本日のシラストはリサさんの Realize シャーバッ、ちょっとなんかアーボクの鳴き声みたいな、ちょっと映画スパイダーマンアクロス・ザ・スパイダーバース、日本語吹き替え版の主題歌となっている楽曲でございます。試写会行ってきちゃったよ、偉そうに。すごいちょっと痛めんつがすごすぎて陰気発揮して、なんかスーッとね、華やかな写真とかね撮らずに帰ってきちゃったんで、私はやっぱスタジオにこもってちまちまと全力で歌い方の解説頑張っていきたいと思います。難易度は S ランク。これさ、音域的にはさ、最低音ラー、最高音地声ウェー、そして裏声がファーで、まあね、バカ広いかって言ったら、まあまあそこそこ結構広いんですけども、リズムは本当にタカ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 タ、全身から糸がパーンと飛び出そうなぐらい難しいので、一緒に頑張っていきましょう。そして Realize、 気づくという意味の英単語なんですけれども、気づいちゃった方いるでしょうか。これね、小文字になってる I が、まあ、リサさんアーティストネームの小文字になってる I と一緒なんです。というところが分かったところで、本日はリサさんの歌声を実際に聞きながら歌い方の解説をしていきましょう。というわけで音楽のレッスンスタート、参ります。あー、やばい、これめっちゃかっこよくない？これ早くライブで聞きたいんだけど。ワン、ツー、スリー、ファイあーっていうね、超かっこいいけど難しいね、これどうやってたんだろうねっていうのがポイントが一つ。まずはね、アクセントの位置、リズムの中心になる位置を押さえていかないと、とりあえずね、辿ることすらできない。ドメクに流れ込んだ恐怖で心臓が、ここはさ、ちょっと強く読むって、ここがリズムの中心に来ると思ってると多少は歌いやすいかもで、このフレーズで一番難しいのは最低だのだのニュアンスだと思います。ちょっと聞いてみましょう。最低だ、最低だ、でもなんか最低だ、なんか音程がねポーンと落ちるわけ。これだってまだ 3文字目で、3文字目からさ、だだだパーンって投げてるのね。で、まあ、そのニュアンスプラス、このアクセント、そしてウィスパーボイスちょっと聞いてみてください。アクセント？はい、で、わかんない、わかんない、アクセントね。わかんないままで。で、発音注意なのか、わかんないままの前に、M1、わかんないままで、まんま、まんまで、で、可能性、で、で、可能性、で、で、可能性。このデッドのドの D はもうほんと一瞬で、で、で、可能性って感じなんですけど、これさ、意味もダブルミーニングになってって思ってて、デッド、まあ、死ぬってことじゃん。だから限界線超えていかなきゃ、何もわかんないまま死んじゃうぜっていう意味と、まあ、ひらがなのでにも聞こえるじゃないですか。普通に聞くと、空耳すると。なんで、限界線を超えないまま、自分の枠に閉じこもったまま、何もわかんないままで、可能性を知りたがってる、ほやほやのうぶな坊やたち、ガールたち、みたいな、そういう感じの、まあ、どっちのニュアンスにもさ、取れるよね、っていうの話でございますね。まんまで、可能性、デッドので、2個目の D を聞いてみて。で、可能性を、まで、可能性を、これ裏声ね。はい、握ってウィスパーボイスでビブラートかけてて、で着地したところで、エッジボイスこうって感じなんですけど、このパートはまあ早いのも難しいんですが、息吸うところがないって気づいてますか？ブレスマーク一個もないでしょ。ちょっとよく聞いてみて。リサ様、息吸わないで駆け抜けてます。息吸ってないの、ここのワンブロック。メロディーライン自体は似てるので、たどるのはまあ比較的できると思うんですけど、抑揚をしっかりつけてください。スパイラー、ここは柔らかく、財産、ここまで柔らかく、なーいだーって結構、ブワーンっていって、サビに突入していくんですけど、このサビがかっこいいよ。早くライブで見たいんだよ、これ。いくよ。アクセント。いっぱいあるんですけど、見極めろ、自覚しろ、誰かの称賛、共感、なんかで抜くんですよ。こんだけポン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 ってアクセント入れた後に、なんかで声を抜いてるの、ちょっとよく聞いて。
い。はい。はい、というわけでですね、後半はね、結構裏声も出てきますね。後半の2行。まで最高音がもう地声もバンバンバンで0連発した後にあのファの裏声出てくるので、うん、力んだら負け、でも勢いをつけなきゃいけないっていうね。で、これ聞こえる？ライゼライゼマダ、このエッジボイス大切にしてください。これさ、マーベルだからさ、ヒーローアニメじゃんか。だからさ、限界超えろ、行きたいんだろ、まだ誰も知らないその先へ、最低な運命恨んでなんかないぜ。で、ここまでヒーローアニメっぽいでしょ。でもまだーってめっちゃさ、この不穏な音程でさ終わるわけ。恨んでなんかないぜまだ。さあ、これはどういうニュアンスなんでしょうね。これから恨むかもしれないし、今後どうなるかわかんないし、うーん、劇場でお確かめくださいませ。次行きます。ここだねー、リサ様がね、心臓だ心臓は、ちょっとできない、このあくびの、あ、やばくね、心臓だ、あーじゃなくてうわーって言ってると思うね。うわーうわーで、声もちょっとさ悪者な感じ、心臓あーじゃなくてさ、心臓あくびしやって、ちょっとなんか心臓あくび、こういう感じ、ちょっとなんか悪者感出してね、リサさんが声を出してらっしゃる、そんな感じしませんか。はい、ってなるよね、ライブだと絶対ね。なんかさ、私さ、これなんか前の動画でも言ったことある気がするんですけど、私ね、リサさんを一番最初にうわー好きってなったのって、ライジングホップっていう楽曲のね、こう握ったメッセージ、レッドライジングホップって曲なんですけど、ちょっとライジングホップ見ないですか？久々じゃない、このさ、シングル曲でさ、ここまで激しくて、こっちのラップ調の入ってて、嬉しいっていう話ね。で、これどうやって歌ったらいいんだろうね、タラフク食べてもからね。いくよ。何の音？あーの1オクターブ上？この音聞こえるね。D6。え、これ、え、リサさんが出してるこれやばくね？破滅主義じゃないか。って感じで、結構こう裏声のパーンって高いところで行ったり来たりしながら、音程の差をつけてね、このなんかメロディーラインをつけるわけじゃないんだけど、音程の差をつけて歌ってらっしゃるのが結構ポイントだと思います。で、ここはさ、もうセリフじゃん。パラララララ、パラララララ、パラララララ、パラララってリズムはあるんだけど、ちょっと喋り言葉に近いような感じね。気はまじゃない。一回ね、ドに下がってるかな、レドレって聞こえるんだよな。なーいって言ってるね。イエーイ。むずい。これさ、前のところにも入ってるんですけど、なー、なー、ビブラートしながら裏声でしゃくるっていう、大変。まだいかない、まだいかない。うわー、血まなこになった。
から汗をかいてって低音のところで、ゆって、ゆってかっこいい。あ、しかも、汗をじゃない。汗をかいてって歌ってるね。汗ね。まだいかない。これもさ、こってほじくってるからね、音程しゃくりが入ってるからね、最後これさ、今英語なんて言ったか分かった？ With great power comes great responsibility っていう英語なんですけど、これね、大いなる力には大いなる責任が伴いますよってね、これベンおじさんが言ってた言葉ですよね。ね、スパイダーマンでね、そうなんですよ。抜くからね、ここ。はい。ビブラート。不穏じゃない、ここだけ。ドラムやべえな。いやー。ボイトル動画参考になったぜって人はぜひね、チャンネル登録といいねして、これリリック名が出てるのでめっちゃかっこいいのよ。今日は使ってないんだけど、見てるとそれ見ながらぜひね、練習してみてください。スパイダーマンもぜひ劇場に足を運んで、これ面白かった、結構面白かったからぜひね、足を運んでみてくださいというわけで、また次の動画でお会いしましょう。またね。シャー、ちょっと指がわかんない。シャー。